どうも、ショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。僕たちって普段人と話したり、テレビを見たり、ネットを見たり、本を読んだり、雑誌を読んだりする中で、どんどん新しい情報って入ってくると思います。で、その新しい情報が入ってきながら、どんどん行動していくわけなので、なんか価値観だったりとか考え方っていうのが変わっていくと思います。で、それに伴って、こう日々の、細かいところのライフスタイルっていうところも、ちょっとずつ変わっていくんじゃないかなっていうふうに、一日の時間の使い方とか、そんなこと変わっていくんじゃないかなっていうふうに思います。で、僕もちょっとずつ変化をしていってるわけなんですけども、前必要だったものが今必要じゃなくなっていたり、前すごいワクワクしていたものが今そうでもなくなっちゃってたりとか、そういったアイテムが中には出てきます。で、これ僕の経験なんですけど、その入ってくるのは無意識的、出すのは意識的っていう、そういうのがあります。で、どういうことかっていうと、買ったりとか他の人からもらったりして、なんか気づいたら物が増えてるっていう、気づいたら自然に物が増えちゃってるなっていう現象はあるんですけど、ただ気づいたら物が減ってるなだったり、気づいたら断捨離されてるなっていう、そういった現象はないのかななんていうふうに思ってます。なので、意識的に断捨離、意識的に手放していかないと、やっぱスッキリ空間はキープできないっていう、そんな経験がありまして、それ言うならなんかもらうなよとか、買わなきゃいいじゃんみたいな、そういう意見もあると思うんですけど、日々変化していく中で必要なものっていうのがどんどん変わっていくので、買ったりとかもらったりするわけなんですけど、そう、ただそのいらなくなっちゃったもの、ワクワクしなくなったものに関しては意識的に手放していかないと、なんか僕の場合はスッキリ空間をキープできないのかななんていうふうに思ってます。なので、今回は定期断捨離ということで動画を撮らせていただきます。そう、って言っても僕の中では、なんか定期断捨離するぞっていうよりかは、なんか定期点検っていう感じなんですけども。そう、はい、では行きます。はい、じゃあ早速点検をしていきます。じゃあまずはこちらからいきましょう。まずこのライトなんですけども、もう早速ですね、これこんな感じでぶっ壊れております。はい、もうポキンって折れちゃってます。こういうライトってすごいおしゃれだなっていうふうに思うんですけど、ただ僕がイメージしてるライトっていうのはこういうライトなので、ちょっとこれは壊れているっていうのもありますし、電気はついてるんですけど、ちょっとワクワクしなくなってしまったので、手放したいと思います。とりあえずここに置いておきます。で、カーテン OK、 カーテン OK、 ベッド OK、 で、カバン OK、 観葉植物 OK。 あ、で、この中ですね、この中がな、よく収納術とか収納アイディアみたいな感じで言われていると思うんですが、こういったなんかこう、とりあえずぶっ込んどけばいいスペースを1個持っておくといいよっていうふうに言われると思います。で、僕も、あ、それやってみようと思って今やってるんですけど、そうしたらですね、こんな感じになりました。2箇所に分かれてます。セパレートしてます。左が美容関係ですね。はい、美容関係で、右がもう DIY とか、そういったもう完全に工具と呼ばれるものたちが入ってます。で、左はまだ全然いいというか、もう本当に必要なものしか入っていないんですが、右がなんか適当なものがいろいろぶっ込んでいったので、もう適当なものもぶっ込んでいったので、ちょっとここら辺がごちゃごちゃしてます。なので、こっちちょっと出してみましょう。はい、広げるとこんな感じになります。で、この中で必要なものをまず先にしまっちゃいます。せーの、はい、これだけ残りました。で、必要なものはこっちにまたぶっ込みました。あんまりスッキリはしないですけど、でも必要なものだけで囲まれているので、全然 OK です。で、こっちなんですけども、これらは主になんかこう、前撮影で使ってそのままっていう、そういうのが多いです。マウンテンバイクのシール剥がしに使ったんですけど、それっきり他使い道がわからないので、こういったものは処分です。手放します。で、この六角レンチなんですけども、骨組みにも六角レンチ使われてますし、こういったテーブルだったり、こういったベッドのネジには必ずなんか六角レンチが使われてるんです。なので、これは絶対今後必要になってくるので、これは取っときます。ただ、これ3つはサイズが同じなので、どれか1つを残します。じゃあ、これちょっと手放しましょう。で、これもこういったところで使えるので、これは取っときます。これは、何でしょう、いらないです。で、これ筆ペンなんですけども、筆ペンいらないです。使ってません。で、これも電子カウンターなんですけど、これもいらなくて、ネジも何でかあるか分かんない。はい、で、この紐使えるかなっていうふうに思うんですけど、使いどころが今全く見えてないので、はい、処分です。で、
うん、このカーテンレールもいらなくて、これもいらなくて、でこの足の踏み台というか、なんか足床を傷つけないようなアイテムなんですけど、もう床を傷つけるようなアイテム、へこませるようなアイテムっていうのはもう入れるつもりは全くないので、これもはい手放します。はい、 OK です。 OK で、こっちとこっちは仕事道具が入って、全部必要なものしか入ってないので OK です。次にデスク周りを見ていきます。ここ観葉植物 OK です。モニター OK、 お土産 OK、 ノートパソコン OK で、ここが充電ステーションです。一箇所に充電するものたちを集中させているっていう状況です。こうやってまあすっきり管理をしているわけなんですけども、今たまたまちょっと物がマックスな状態であるあります。で、普段こういったものっていうのはこういうスペースにぶっ込んでます。はい、で、ここも OK、 ここも OK、 それでここはよいしょ、ここもですね、かなりごちゃっと見えてるような感じがしますけども、ここもぶっ込みスペースとして、はい、ここに置いてます。カメラのフラッシュとか、あとドライヤーとか、でだからこれ前は必要だったのに全然今必要じゃなくなっちゃってます。でこれ何かっていうと USB Type-C のケーブルです。でこれ何かっていうと、勉強さんからモニターをいただいた時に付属していた USB の C のケーブルです。これでモニターとパソコンをつないで、モニターに画面を映していたんですけど、今その HDMI ケーブル使っているので、これは手放します。必要なくなりました。縦グリップって呼ばれるやつですね。ちょっとカメラ詳しくない方からしたら何かよくわかんないと思うんですけど、その縦グリップってまあこういった感じでやるやつなんですけど、長時間撮影するときにはこの縦グリップ必要だなって思って買ったんですけど、正直長時間撮影することってあんまないので、これに関してはよく考えずに買ってしまったので、これは反省ですね。はい、でこれは空箱なので、はい、これは手放します。でこれ何かっていうと、やっぱニコンのレンズは最高ですよ。はい、ということで、まあこれ使っていて、このコンタクトレンズの変換アダプターは今全然使ってないので、これも手放します。はい、 OK です。はい、デスク周りはこんな感じで OK です。あ、ちょっと観葉植物がちょっとしおれてきたので水をあげましょう。あ、そういえばなんですけども、最近僕よっぽどのことがない限りは一人で都内のカフェに入るってことはなくなりまして、最近家でコーヒーを飲んでるんですけど、ここにコーヒーを入れて飲んでたらですね、透明のコップがコーヒー色に着色されてきました。なので汚いっていう、単純に汚くなっちゃったので、まあこれ100均で買ったもの、まあ値段とか関係ないんですけど、これはちょっと気持ちよくなくなってしまったので捨て放します。観葉植物 OK です。じゃあ続きまして冷蔵庫を見ていきます。はい、上は OK です。とかまあ主要なものって言ってこの凍らせたバナナ2本があるぐらいです。はい、 OK です。で続いてこっちは必要なものが入ってるんですけども、使わないものはないと思うので、例えばこういったバニラエッセンス、前の動画で使ったバニラエッセンスとかもあるんですけども、こういったものをまあいずれ使うので、はい、 OK です。こっちがクローゼットスペースです。相変わらずなんか暗い服が多いなっていう感じがしてますので、ちょっと明るい服を用意したいと思います。でこっちがキッチン周りで、ちょっとチカチカしてすいません。ここも不要なものは特にありません。でこの下に行くと、あ、なるほど、あ、そうだ、ここだここだ。こちらが冷蔵庫に入れる必要のない食材だったり、まあ、あと細々とあるんですけども、これもですね、前フラペチーノ動画を作った時にスタバさんからもらってきたストローで、もう撮影を貼った後どうしようっていう感じなので、これも手放します。で、このお箸とか、まあ、このストローも、これもあったらいいかなっていうレベルですね。あとなんかパスタの残りのやつとかがあるんで、こういったものもちょっとすみません、汚いものをお見せしちゃいましたね。はい、綺麗に整頓されましたので戻します。であとは不要なものはないですね。 OK です。でこっちも大丈夫です。キッチンが終わったら次はこっちです。はい、ここがお風呂場です。
ほとんど何もありません。でここにスポンジがあるんですけど、これはお掃除で、1週間に1回ペースぐらいで使ってるので、ここに置いておきます。でここに光回線のルーターがあります。でここが玄関なんですけども、この隣に下駄箱じゃなくて、なんか棚が、唯一の棚スペースがありまして、でこの上には、箱だったりトイレットペーパーだったりっていうのが入ってます。全部必要なので、このままの状態で取ってきます。でこっちにヨガマットと、うわなんかすごいボトルがあるなっていうふうに思ったと思います。でこれはですね、掃除道具だったり、あの葉っぱの栄養与えるためのやつだったり、あとはシャンプーだったり、そんなものが入ってます。で気づいたらもうこれぐらい増えてしまったんですけど、これ中でこれらも正直ノリで買ってしまったみたいなところがあって、そうよく考えずに買ってしまったんですよ。でこっちのバスタブクレンジングに関しては、お風呂というか、あのユニットバスを丸洗い、毎週丸洗いしているので、その時にこのバスタブクレンジングっていうのは結構あのスポンジと一緒で活躍してくれてます。なのでこれはなくなるまでは使おうかなっていうふうに思います。ただこっちのバストイレマジックリの方は本当になんかこれとセットで買ったっていうような感じで、本当ノリで買ってしまったなっていう、もう全然使ってないです。なのでこれはちょっともったいないんですけど手放します。で OK です。でこっちがなんかタオルだったり、これはゴミ袋用のビニール袋です。でこれなんですけど、僕こう普段都内をいろいろ歩き回って移動したりとか、そういったものが多かったです。最近はちょっと減ってきてはいるんですけども、もう都内の移動が結構しょっちゅうありました。でその時にやっぱこう足の疲れっていうのはひどくて、なんかそれを解消する方法ないかなって思った時に、あのクッション中敷きみたいなのが Amazon であったりとか、ネットで調べたら出てきたので、ちょっと使ってみようと思って Amazon で注文したんです。そしたらなんかこんな分厚いものが登場してきまして、親指の第一関節ぐらいの高さぐらいまであって、いやこれ中敷きに敷いたらもうシークレットブーツみたいになっちゃうじゃんと思って、いやそれダサいダサいと思って、なのでこれ一回も本当使ってません。なのでこれはもう本当買って後悔です。 Amazon の返品期間ももう終わってしまったので、そうこれはもう手放します。まだなんか若干ごちゃっとしてるところはありますけども、ちなみにこのゾゾスーツ、これはまた近々使っていこうと思います。でよいしょ、はい OK です。でこっちは財務管理の書類たち、あとはこのコロコロのテープですね、コロコロのテープ、はい、こういったものもちょっと置いてます。はい以上ですね。でちょっとなんかここのスペースが空きまくってたり、ここがちょっといっぱいいっぱいだったり、なんかちょっとバランスが悪いので、ちょっとこの高さ調節はまた後でしたいと思います。はい OK です。で玄関は靴1個だけと、はい OK です。今回の定期点検で手放すアイテムたちはこれになります。でこの中からちょっと一部のものをメルカリに出品します。はい、こんなところでしょうか。手が疲れたからそろそろ終わります。はい、という感じですっきりしました。って言ってもなんか断捨離って言われるほど多くは捨ててないので、本当に定期点検っていう感じがしてます。っていうのと、あとやっぱちょっとずつこう無駄を省いて、常にこう居心地のいい空間をキープするっていうことが、結果的に仕事が集中できたりとか、いろんなことにやりたいことに集中できるっていうことにつながっているなっていう実感があります。あと、やっぱこういったなんか気持ちのいい、こんな感じで、いろいろありますけども、気持ちのいい空間、自分にとっての心地いい空間をキープしていると、リラックスできます。すごく落ち着きますし、疲れも取れるので、なんか仕事を頑張り続けられるみたいな、そういう感じがしてます。はい。
感じ感じうるさいですね。まあ現段階での無駄を省くっていう、まあそういう動画をシェアさせていただきましたけども、いかがだったでしょうか。まああとこう物だけじゃなくて、頭の中にあるごちゃごちゃしたものを断捨離していくっていう、その方法とかに関しては順番にシェアしていきたいので、それはメルマガでシェアをさせていただいておりますので、ぜひそちらも気になる方はチェックをしてみてください。はい、ということで、今回は以上ですね。はい、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。